今日に託されたファンの夢、思いを力に変えて走るグランプリ宝塚記念。3番人気にはエルコンドルパサー、この評価は少し不満か。2番人気はこの子、東海帝王。さあ今日の主役はこの馬娘を置いて他にいない、ダービー馬娘ゴールドシップ1番人気です。気合十分、いい顔してますね。ゲートイン完了、出走の準備が整いました。スタートです。馬娘揃って綺麗なスタートを切りました。誰が先頭に抜け出すか注目しましょう。タイ通りの結果を出せるか。1番人気ゴールドシップ、アイネス風神、快調に飛ばしていきます。先頭はアイネス風神、単身で飛ばしていきます。先頭から大きく離されて、2番手は15番東海帝王、内から行く。少し後ろから11番、すぐに続いて8番、少し離れて17番、1馬身離れて2番、およそ5馬身開いて AM オペラ王。1コーナーから2コーナーへ向かう。さあ花に立ったのはアイネス風神、このままリードすることができるか。続いて東海帝王、外を回ります。17番、少し離れて15番、東海帝王ペースが速い。前としてアイネス風神、続きました東海帝王、そしてその外から行ったのは11番、そのうち並んで8番、すぐに続いて15番、少し後ろから2番、向こう正面に入って先頭からしんがりまでおよそ13馬身、順位を振り返っていきます。先頭は相変わらずアイネス風神、2馬身3馬身開いて東海帝王、3番手、15番、4番手、面白くなってきたぜ。すぐに続いて8番、少し後ろから2番、それを見るように17番、1馬身離れて AM オペラ王、後ろ松影福キセル、後からエルコンドルパター、さらに動くか。外を回ります。6番、少し離れてゴールドシップ、内には1番、少し離れて13番、5番、並びかけてきた後方2番手に4番、最後方成田大臣、間もなく第4コーナーカーブ、勝負どころ、最後の直線へとかけていきます。東海帝王、ここで抜け出した。まだ先頭は動かない、これは直線勝負になるか。ゴールドシップ、外で足を止めています。さあ内から先頭を伺うのはアイネス風神、最終コーナーを曲がって最初に立ち上がったのは東海帝王、外から飛んできたのはゴールドシップ、抜け出したのは東海帝王、だが後続も追いつかれる。100を通過、ゴールドシップ追い上げる。2番手争いはゴールドシップ、 AM オペラ王、ゴールドシップ並びかけてきた。ゴールドシップと東海帝王、主役を勝ち取ったのはゴールドシップ、夢を叶えた。2着には東海帝王、3着 KM